これはもうぜひ牧野さんに聞きたいですけれども、ハンガリーの首都ブダペストに中国上海の名門大会が名門大学が誘致されることになってて、昨今の中国の情勢を見て怒った市民がですね、市民というか市がか、これ挑発的な、ダライラマ通りはとまだおとなしいけど、自由香港通り、ウイグル殉教者通りなんていうすごい名前をつけてですね、まあ僕はいいことだと思うんですけど、牧野さんこれはどう見られますか。ブダペストにはですね、はい、チベット人がかなりたくさん移住して住んでますね、はい、そしてウイグルからも亡命した人、はい、逃げた人がかなり住んでいるんですよ。ですからそういう背景がありまして、なるほど、今ヨーロッパの中でのブダペストは、はい、中国の民主化の一つの拠点にはなってきているんですね、うん、ですからそういう意味ではブダペストの市民、ハンガリーの国民もですね、はい、共産主義とか全体主義に対してのアレルギー強いですから、はい、いろんな意味で中国がその形手を変えて侵略してきて、中国の勢力がブダペストで広がっていくことは非常に危険視をしているんじゃないかなと思います。そうですね、はい、若い人は知らないかもしれないけど、ハンガリーは昔ソビエト連邦という、ね、共産主義の国家に散々いじめられた国ですからね。